ども。えらい天気になりましたけど、ちょっと無理言ってこの場所をお借りしてということで、今日はさせていただきたいと思ってます。こんなん初めての方もいらっしゃると思うんですけど、ね、まあこれ機会に、はい、こんなことをするなということをちょっと覚えていただいて、来年からずっと来てほしい、そんな思いを持ってます。どうしたの？はい。あ、いえいえ、今日は、皆さん、ありがとうございます。お正月の、神様の飾りもいうことで、寒い中ですので、入れて、こうやって皆さんで、賑やかにできるのが何よりかなと思います。そこで説明します。この材料は、もち米の藁を使用しております。もち米の藁って長くて柔らかいですよね。ご存知の通り。で、これ、しびとるために、かぶたは10回ほど叩きます。回し持ってね、10回ほど。で、結ぶとこを50回叩きます。これも回し持って。で、この方の方はザラザラするから、これも30回ほど叩きます。それでできたこの藁です。はい。一番しやすい、7本の、藁の数で試してます。で、7本のやつ1本で、これ25センチぐらいのところで結んでください。これ、ちゃんと結めます。ちぎれません。はい。で、そこからこれ結んでから、こっち縄にしていってください。で、縄も、普通の縄は、こう、引っ張ってこうするんですよ。これは、押していて、左ラインをやって、回しながらこう、巻くっていく。だから大きな締め縄もそういうふうに動作してます。ここでやるのは、足がもう慣れてるから、これがまだ回りをするよね。はい。せやから、もう先生なるやん。もう先生なる。こうなる。こっちから行く。片っぽじゃなくて、両方均等に。やられた。そんなこと言ったら。もう来年はもう、ね、上手に歌う。これだけのためにここに。上手でした。三本、ちょっと三本を綺麗にできた。三本は難しい。一番ね。そうですね。うん、三本はね、一番難しい。こう行きながらやりますよ。やらせてもらいますけどね。こう。こう。はい。